こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は心とは3というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まずいただいたメッセージを一通ご紹介させてください。新ネットビジネスマスターコースの修了生の方からのメッセージということになります。6月ブログの平均 PV 数が5月と比べて 1.5 倍になりました。フォロワー数が5月末と比べて2倍になりました。今月5人からファンですという内容の手紙やメッセージをもらいました。リアルでは知り合いや友人に会うたびに毎日楽しみにしてるよと言われるようになりました。これまでより多くの人から声をかけてもらうようになりました。思考を変えて行動するとこんなにも変化するものなんだと実感しました。まず自分にとっての憧れだったこと、苦手だと思い込んでいたことである書くことが楽しんで続けられることを発見しました。そして一見関係のないと思われる現在の仕事にもプラスの影響が出て、人が人を紹介してくれるようになりました。続けてみて本当に良かったです。どんどん新しい人間関係に変わっていくことを感じています。実際の変化として、最近知り合って仲良くするようになった人が成功している経営者または成長中の経営者ばかりで、現在私の近くにいる周囲5人の平均年収がこれまでと比べて10倍以上になりました。みんなパワフルで前向きなので刺激を受ける環境にいます。白坂先生へ3ヶ月間本当にありがとうございました。去年1年間じっくりとさなぎの期間を過ごして、今年の初めに決意をしてから白坂先生に出会うことができました。実際に自分の潜在意識を変えることができたのは白坂先生のおかげです。そして直感と勢いで今回参加を決定して本当に良かったです。こんなに具体的に良い影響が出るとは思ってもいませんでした。日々自分の人生が明るい方向へ向かっているのがを感じています。本当にありがとうございました、ということですね。この方はですね、自営で建築のお仕事をされているんですよね。ですから、本業は建築士という、女性の方なんですけれども、その建築の仕事と、両立を目指して、今回はネットビジネスを学ぶということで、3ヶ月間新ネットビジネスマスターコースを受講していただいたということですよね。で、本当にね、本業がね、すごくこううまくいってっていうか、それこそお仕事がですね、受けられないぐらい回ってくるようになって、すごくもうね、時間っていうものが厳しい状況だったと思うんですけど、3ヶ月間ずっと毎日ねブログを書き続けるということで、その両面で、その本業の方と実際ブログの方と両面で3ヶ月間で素晴らしい結果が出たということですよね。これは本当にね、その彼女自身の一重に努力というか誠実な態度というものがもたらした素晴らしい人生の変化だったんじゃないかなというふうに思っています。こちらこそですね、3ヶ月間本当に熱心に課題に取り組んでくださって感謝しています。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、の本題に入っていきたいと思います。心って何ですかっていうと、人間の理性、知識、感情、意志などの働きのもとになるものということですよね。なので、心があるから理性が生まれ、心があるから知識が出力され、心があるから感情が生み出されて意志が発揮されるということですよね。心があっての理性、心があっての知識、心があって感情が生まれ、心があって意志が発揮されるということです。でもっと言うと、外からの刺激に対して心が反応して、で理性が生まれたり、もしくは知識が出力されたり、感情が生まれたり、意志を発揮されたりするということですよね。では心っては何なんですかということですよね。その人は一体何を基準にその後に発する言葉や行動を決めてるのでしょうかということです。で、答えっていうのは価値観ということになるわけですよね。心っていうのをね、別の日本語に置き換えるならば、それはもう価値観であるということを言っていいと思います。なので外からの刺激があって、その人の価値観に基づいて理性が、発揮されたり、知識が出力されたり、感情が生まれたり、もしくは意思が発揮されたりするということですよね。で、成功と幸せを両立するために最も重要なことっていうのは、自分と違う相手の価値観を通して世界を見直してみようとする努力ということです。で、自分
まあ、価値観というのはメガネなんですよね、一言で言うとね。価値観というのはメガネなので、まあ、自分は自分でメガネをかけてますと、相手は違うメガネをかけてますと。そうした時に自分のメガネを外して相手のメガネにかけ直して、もう一回世界を見直してみようと、まあ、そういう努力をするっていうのが、まあ、成功と幸せを両立するためにすごく大事なことであるということですよね。でね、まあ、成功と幸せの両立っていうテーマなんですけど、まあ、成功の方からまあ見ていった時に、まあ、例えばビジネスがうまくいかない人ですよね、まあ、こういう人っていうのはなかなかね、本人が頑張ってる割にはビジネスっていうのがうまくいかないということになるわけですけど、まあ、自分の価値観をひたすら相手に押し付け続けようとするということですよね。もうひたすら自分の価値観をまあ、ね、貫き続けようとする人っていうのは、まあ、本人が頑張ってる割にはなかなか、ね、ビジネスっていうのがうまくいかないということです。それに対してビジネスがうまくいく人っていうのは相手の価値観ですよね。自分の価値観じゃなくて相手の価値観で世界を見直そうと努力していて、相手が本当に求めているものを目の前に差し出そうとする人ですよね。まあ、こういう人っていうのは比較的ね、楽に、ビジネスをうまく展開していくことができるということです。例えば2人の人がいたとしますということですよね。 A さんと B さん、 A さんは痩せている人だとしますと。なぜなら A さんの価値観の1位というのは痩せていることだからですよね。痩せているっていうことが大事だっていう価値観だから痩せているわけです。でもしかしたらそのね、綺麗であるとか、まあ、女性だったら例えば綺麗であることとか美しいことですよね。美しい自分であること、まあ、その結果として痩せているという結果になっているわけですよね。まあ、健康とか美容っていうものに対してものすごく高い価値というのを置いている。だから、ね、健康でいられている、綺麗でいられている、ね、美しくいられている、もしくは痩せていることができているということです。それに対して B さんはまあ太っているとしますということですよね。で B さんは太ってますと。でなんでですかって言ったら、 B さんの価値観の1位っていうのは美味しいものを食べると、ね、まあ、毎日幸せに生きると、ね、やっぱり人っていうのは美味しいものをね、お腹いっぱい食べるとやっぱ幸せな気分になれますよね。だからその人は美味しいものを食べるとか、ね、毎日幸せな気分で生きると、そういったのがまあ B さんの価値観になっているわけです。で痩せてる A さんは太ってる B さんは間違った生き方をしているように見えてしまうということですよね。自分は痩せてる方が正しいと信じてるので、ね、A さんは痩せてるわけですよ。なんでかって言ったら痩せてることが正しいと思ってるからですよね。だから自分は痩せてる方が正しいと信じてるので、 B さんに対してもっと痩せた方がいいよっていうようなことを言ったりするということですよね。まあ、結果 A さんがビジネスをしようとするとすぐに間違えてしまうということです。なので、例えば太ってる人に対して痩せられる商品とかね、痩せるためのサービスとかを開発して、それを一生懸命に B さんのような太った人に売ろうとしてしまうということですよね。自分は痩せてますと、で B さんみたいな人は太ってますと。だからどうすれば痩せられるのか、そのための商品とかそのためのサービスとかっていうのを開発して、それで売ろうとするということですよね。例えば B さんのような太ってる人に対して、なぜ痩せることが大事なのかとか、何をすれば痩せられるのかとか、どうすれば痩せられるのかとか、この商品サービスを購入した方がいい理由とか、まあ、そういったことを一生懸命説明したりするということですよね。はい、これは明らかに A さんの価値観の押し付けなんですよね。 A さんは痩せてることが正しいって思ってる、そういう価値観を持ってて、それを別の価値観を持ってる人に押し付けてるわけです。痩せてることこそが正しくて、太ってることは大変に悪いというふうに決めつけてしまってるんですよね。だから太ってる B さんに痩せられるための商品サービスをある意味無理やり買わそうとするということです。つまり説得しようとするわけですね。なんで痩せてることが大事なのかとか、何をすれば痩せられるのかとか、どうすれば痩せられるのかとか、この商品サービスを購入した方がいい理由はとかって言って一生懸命説得してるんですよね。はい、しかもたちが悪いことに、太ってる B さんのためにこんなに頑張って説得してる自分はなんていい人なんだとまで思っていたりするということですよね。自分は B さんのためにこんなに頑張ってるんだと、ね、B さんが、ね、痩せるっていうことがどれほど大事なのかっていうのを理解するまで一生懸命説得してる自分はなんていい人なんだっていうふうに、ね、もうこれ完全に錯覚してるわけですよね。ね、それが自分の信念を貫く美しい生き方であるとさえ思い込んでしまっているということですよね。これはもうね、いや
幻想を見てるわけですね。実際は迷惑なんですよ。おせっかいですよね、明らかにね。最悪ということになります。お互いしんどいということです。太ってる B さんを一生懸命に説得してる A さんも、 A さんから説得を受け続けてる B さんも、両方ともしんどいということですよね。 A さんからしたら、なんで B さんはなかなか分かってくれないんだろうって言ってしんどいわけですよ。で、 B さんからすると聞きたくもない話をね、すごく長々と長々と聞き続けないといけないから、両方しんどいわけですよね。なんでそんなに大変なことをやってるんでしょうかということです。で、自分の価値、メガネを外して相手のメガネをかけて世界を見てみると、こういった、ね、気持ちっていうのがすごく大事なんですよね。 B さんはなんで太ってるのかということですよね。簡単ですよね。美味しいものをたくさん食べながら幸せに生きたいと思ってるからです、ね、B さんは痩せたいと思ってないんですよ、ね、もし思ってるかもしれないですけど、1位じゃないんですよね、絶対に ね価値観の1位だったら絶対実現してるんですよ、ね、価値観の1位だったら絶対実現してるんですよ。でも B さんは太ってるってことは、これ明らかに B さんの1位は痩せることじゃないんですよね。もしかしたら2位とか3位とかでね、やっぱり痩せたいなっていう気持ちがね、まああるかもしれないですけど、絶対1位じゃないんですね。1位だったら痩せてるんですよ。でも太ってるってことは、痩せるってことは1位の価値観じゃないんですね。じゃあ B さんはなんで太ってるんですか、ね、それは美味しいものをたくさん食べてるからですよね。つまり B さんの価値観の1位っていうのは、美味しいものをたくさん食べることであり、それを通じて幸せに生きたいと思っている。それが B さんの価値観なわけです。ね、ある目標達成のために今を犠牲にしてでも痩せる努力をすることが正しいっていうのは、あくまで A さんの価値観なわけです。 A さんは努力してるわけですよね。自分は健康が大事だ、美容が大事だ、だから綺麗であること、美しくあること、もしくは痩せてることが大事だ、そのためには目の前に美味しいね、豪華な、ね、ご飯とか、ね、デザートとかが並んでたとしても、まあ、節制した方がいいみたいな、まあ、今を多少犠牲にしてでも目標達成した方がいいと、そのために痩せる努力をした方がいいっていうのは、あくまで A さんの価値観なんですね。でもそれは A さんの価値観であって B さんの価値観ではないわけです。B さんは全く違う価値観を持っているわけです。B さんはあくまで人生というのは今の連続、ね。人生って何ですかって言ったら、今、その連続であると、ね、っていう価値観であり、今この瞬間に幸せを感じることが何よりも正しいという価値観を持っているわけです。ね、人生というのは今があって、今の連続だから、ね、今幸せっていうことが大事なんですよね。だから美味しいものを食べるわけです、ね、そして美味しいものをお腹いっぱい食べて、ああ幸せだなっていう満ち足りた気持ちっていうのを感じるっていうことが、 B さんにとっては価値観の1位に来てるということですよね。であるならば、 A さんが B さんをなぜ痩せた方がいいのかとか、何をすれば痩せられるのかとか、どうすれば痩せられるのかとか、痩せるためのこの商品サービスを購入した方が良い理由とか、そういったことをいろいろ説明して説得するっていうのは、単なる A さんの価値観の押し付けでしかないということです。もし A さんが自分のメガネを外して B さんの価値観で世界を見ようとしたならば、 B さんに対して提供した方が良い商品サービスっていうのはダイエット商品ではないということです。この商品を買ったら痩せられるよとか、このサービスを受けたら痩せられるよっていう、そういうダイエット商品ではないんですよね。それは A さんの価値観であり、 A さんの価値観の押し付けなんです。じゃなくて、本当に売るべき商品っていうのは、ね、美味しい商品なんですよ、ね、食べたら美味しいと、で美味しくで、ね、幸せな気分になれる、その商品こそ B さんの前に、ね、差し出す必要があるわけです、ね、もし B さんがデザートが大好きで、しかもケーキが大好きで、いちごが乗ったチョコレートケーキが大好物であると、そこまで理解することができたならば、これ新商品なんだけどって言って B さんの前にそっと差し出すだけなんですね。はい、そしたら説得は一切いらないわけですよ、ね、B さんの価値観1位に合う商品を提供しているわけですから、 B さんは喜んで買ってくれる。全然 A さんの説明を必要としないんですね。ただ目の前に差し出すだけで、ね、そしたら B さんは喜んで買ってくれるわけです、ね、もう自分が一番欲しいものだから、ね、全然相手から説得されなくても喜んでその、ね、ケーキを買ってくれるということになるわけです。
でビジネスで難しいのは売ることじゃないんですね。売るのが難しいっていうのは何かがおかしいんですよ。で説得しないといけないっていう状態になっているので何かがおかしいんですね。でだから難しいのは売ることじゃなくて相手の価値観で世界を見ることなんですね。そっちの方が努力がいるんです。で自分は眼鏡をかけてます。しかしその眼鏡を外して相手の眼鏡にかけ直してもう一回世界を見直さないといけないのでそっちの方には努力がいるんですよ。相手の価値観で世界を見るってことに関しては努力がいるんですね。しかしそれができてるならば売るのは難しくないということです。売るのが難しいっていうのは自分の価値観を相手に無理やり押し付けようとしてるから、ね、だから難しいんですよね。売るのが難しいということになるわけです。もし相手の価値観で世界を見ることができたならば売るのは簡単ですと。相手の価値観1位のものをただ目の前に差し出すだけなんですよね。相手が一番欲しい商品、相手が一番欲しいサービスをただ目の前に置くだけなんです。でそうすれば何の説得も必要なく商品は気持ちよく売れていくということになります。でビジネスがうまくいかない人に限って頑張ってるということですよね。ね、自分の頭で考えてるわけです。一生懸命ね。でも自分の頭で考えれば自分の価値観に基づいた考えしか出てこないわけですよね。心って何なんですかって言ったらそれは、ね、知識の源であり理性の源であり感情の源だから、ね、だから自分の頭で考えるっていうのは自分の価値観で考えるということになるわけですよ。だから外すわけですよ。うまくいかないわけですよね。自分で一生懸命考えてます。でもその考える源って何なんですかって言ったら心であり価値観ですよね。自分の心で考えてるわけですよ。それで知識を生み出そうとしてるわけですよね。自分の、ね、価値観で考えてそれで自分、ね、何らかの知識を出そうとしてるわけですよね。だから絶対に当たんないんですよ。なんでかって言ったらみんな価値観が違うからですよね。だからうまくいかない人に限って頑張ってるわけです。自分の頭で考えてると。どうすれば自分の価値観を相手に押し付けられるかっていうのを考え続けてしまっているということですよね。もし自分の価値観を押し通せばその価値観っていうのは自分だけのものだからね、こうオンリーワンなんですよ。自分の価値観っていうのは自分だけの価値観なんですよね。だからそれを押し通せば、ね、誰もそのね商品サービスっていうのは喜んで受け取ってくれないということですよね。これはもう無理やり買ってもらうっていうことになってしまうわけです。で自分の価値観っていうのは自分だけの価値観なんで相手は絶対に違う価値観を持ってますから、だから自分の価値観を押し通したらその価値観は自分だけのものなので相手は喜んで受け取ってくれないわけですよね。それは信念を貫いてるっていうのとは違うわけですよ、ね、これはもう迷惑かけてますよね。相手はそれを心から欲しいと思ってないわけですよ。相手は心からそれを欲しいと思ってない。それなのに価値観を押し通すっていうのはこれ信念貫いてるっていうのとは違うんですよね。で信念を貫くっていうんだったら相手とかみんなの幸せにつながるものじゃないといけないわけですけど、で単に自分の価値観を押し付けてるだけっていうのはこれは信念を貫いてるっていうのとは違うんですよね。単なる頑固なんですよ、ね、単なる頑固なんです。で信念を貫くっていうのは結果に対してですよね。相手を幸せに導くとかみんなの幸せに貢献するとかそういう結果に対して信念を貫くべきであって、ね、一度得たいと思った結果には執着してもいいと、ね、自分はこういう結果を得たいんだと、ね、人の役に立ちたいんだ、相手の幸せに貢献したいんだ、ね、みんなの幸せに貢献したいんだ、それが得たい結果なんだと、その得たい結果には執着してもいいわけですよ。しかしその得たい結果を実際に得るための手段は柔軟であるべきですよね。何も自分が本当にこだわったこの商品じゃなきゃいけないとかこのサービスじゃなきゃいけないっていうように手段にこだわってはいけない。あくまでも商品サービスっていうのは手段に過ぎないわけです、ね、商品とかサービスっていうのは手段に過ぎないわけですよね。その商品サービスにはこだわっちゃダメなんですよ。そこにこだわると信念ではないんです。それは頑固なんですよね。みんなを幸せにしたい、人を幸せにしたい、目の前の相手の幸せに貢献したい、それは得たい結果だから執着してもいいけど、そのための手段っていうのははっきり言ったら何でもいいということですよね。たとえ自分の価値観とは違ったとしてもね、自分の価値観ではない、自分はイチゴが乗ったチョコレートケーキっていうのは別に一番の好物ではないと、自分の好物は全然違うんだと、ね、もしかしたら自分は抹茶アイスクリームかもしれないわけですよ。
自分は抹茶アイスクリームが一番好きだと。しかし目の前の相手は抹茶アイスクリームじゃなくてチョコレートケーキが一番好きなんだったら、だったら相手の価値観に合った商品サービスをね、相手に提供して相手に喜んで買っていただいた方がお互い幸せなんですよね。お互い幸せなんですよ、ね、いかにこの抹茶アイスクリームが、ね、大事なのか美味しいのか、なんでこの抹茶アイスクリームを買った方がいいのかって説得するっていうのはお互い不幸なんですね。そうじゃなくて、自分は確かに抹茶アイスクリームが好きかもしれないけど、相手はね、チョコレートケーキが好きなんだったら相手が望んでるチョコレートケーキを出してあげるってことがお互い幸せなんです、ね、相手は一番自分が欲しいものが買えて自分はお金を受け取れるわけだから、だから相手がお互いに幸せになれるということです。だから相手の価値観を通して世界を見れるようになると、気持ちよくビジネスっていうのを伸ばしていくことができるということですよね。そして幸せの方も全く同じとね、まあビジネスっていうのを先に、ご紹介したんですけど、幸せの方も全く同じですと。自分の価値観を貫こうとすれば必ず相手の価値観とぶつかるということですよね。理由はものすごく簡単で、相手の価値観と自分の価値観は絶対違うと。で、76億人全ての人が指紋と同じように違う価値観を持っているわけです。もし自分の価値観を貫けば、その価値観と同じ価値観を持っている人はただの一人もいないので、必ず違う価値観である相手の価値観とぶつかってしまうということですよね、はい、で幸せっていうのはどこまで行っても居心地のいい人間関係、これに尽きるわけです、ね、幸せって何でなんですかって言ったら、これ人間関係なんですよね。いい人間関係があるから、だから幸せを感じることができるわけです、ね、だから相手と戦って議論して打ち負かそうとしている戦場のような場所で幸せなんか感じられるはずがないということですよね、はい、どっちが正しいとかどうでもいいことだということです。でかけてるメガネが違うのだから、赤いメガネをかけてる人があれは赤だといい、で青いメガネをかけてる人がいやあれは青だといい、そのどちらの主張が正しいかに決着をつけようとすることほど無駄なことはないということですよね。赤いメガネをかけてる人にとってあれは赤だっていうのは本人にとってだけは事実なんですよ。そして青いメガネをかけている人にとって、いやあれは青だっていうのは本人にとってだけは事実ですよね。ってことは事実と事実がぶつかってるわけだから、絶対決着がつかないんですよ。赤いメガネをかけている人はあれは赤だという事実を主張し、青いメガネをかけている人はいやあれは青だという事実を主張し、お互いが事実を主張し合ってるわけだから、これは絶対決着がつかないんですよね。だから無駄っていうことになるわけです。だったらなぜ自分には赤に見えてるのに相手には青に見えてるのか。そうか、自分は赤いメガネをかけていて相手は青いメガネをかけてるからだと。だったら自分のメガネを一回外してみて相手のメガネを代わりにかけてみようと、ね、こういう努力をする必要があるんですよね。もしビジネスとかね、成功、ビジネスでの成功と家庭での幸せとかっていうのを両立させようとしたら、やっぱりこういう相手の価値観を理解しようという努力っていうのが必要になってくるということです、ね、そうすればね、青に見えると。要するに相手のメガネをかけてみようと、そして相手のメガネをかけてみようって努力すれば、相手が青だ、そうだね、青だねと、青に見えるということが分かってくるわけです、ね、あれは青だよねと、うん、僕にも青に見えると、だよねと、やっぱり青だよねとね、これが共感というものですよね。同じ感情を共有することができているわけです、ね、幸せになれない人、ね、幸せになれない人ほど何が正しいかという正しさにこだわっているということです、ね、逆に幸せになれる人っていうのは相手との共感に努めているわけです。相手と同じ眼鏡を通して世界を見ようとしているから、相手と同じ感情を共有できて幸せを感じられるということですよね。大事なのは人生で得てる結果が違うのは価値観が違うからだということですよね。みんなね、人生でそれぞれ違う結果を得てます。なぜですか？簡単ですよね。価値観が違うからなんですよね。もし自分から相手の人生が不合理に見えるとしたら、ね、例えば痩せてる A さんから太ってる B さんを見たら、ね、これは明らかに不合理だっていうふうに見えるとしたとしても、それはかけてるメガネが違う、つまり価値観が違うからなんですよね。
相手の価値観から見れば極めて合理的な結果を得ているわけです。 A さんは痩せてることが正しいと思うから太ってる B さんは間違ってるっていうふうに見えるだけで、 B さんはね、今この瞬間美味しいものを食べて幸せに生きたいという価値観を持っているわけだから、 B さんの価値観からすれば極めて合理的な結果を得ているわけです。だから大事なのは、相手の得てる人生の結果から相手のかけてる眼鏡を理解しようとすることですよね。相手はこういう人生の結果を得てます、なぜ、それはどんな眼鏡をかけてるからなのかっていうのを理解するってことが大事なんですよね。なぜ相手はこのような人生の結果を得てるのか、相手はどんな眼鏡をかけてるのか、ね、相手の価値観を理解しようとすることですよね。もし相手の価値観の理解に徹したならば、ビジネスで成功するのも幸せな家庭を築くのもそれほど難しいことではないということですよね。相手の価値観が分かって、相手はね、いちごが乗ったチョコレートのショートケーキが好きなんだ、そこまで分かったんだったら、もうそれを目の前に相手に出すだけなんですよ。そしたら説得不要で相手は喜んで買ってくれるわけですよね。プライベートもそうということです。相手が見えている世界をそのまま一緒に見ながら共感するだけです。ね、青だよね。そうそう、僕も青に見える。だよね。青だよね。それを同じ感情を共有することができたならば、居心地のいい人間関係があるので、だから幸せになれるわけですよね。で、そうすれば幸せと成功というのを両立することができるというお話です。はい、今回もあなたのとても貴重な時間にてこの動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。はい、追伸です。もしこの動画に使用したこの資料が欲しいというご要望がありましたら、本日18時に配信予定のメルマガにて無料で差し上げたいと思います。なのでもしご希望がありましたら、この機会にメルマガにご登録ください。よろしくお願いいたします。